つくないと警告出たらダイエット不要なものは消してしまおう。五七五七七の三十一字でデジタルに関する単価を読むデジタル教室単価部です。文章だけではなく。 写真や動画、音楽など多くのデータを保存しておく場所がストレージです。当然ながらストレージに保存できるデータには制限があります。ですからストレージに保存できる容量が少なくなるとシステムが警告を表示してくれます。 しかし、ほとんどデータを保存していないのにもかかわらず、空き容量が少ないと警告された経験ってありませんかこれは、あなたが作成したデータ以外に、アプリが自動的に作成したデータが残ってるためなんです。一時ファイルやキャッシュ。 と呼ばれるデータは、一つ一つは小さなものなんですけれども、その数が大量になると、ストレージの空き容量を大きく減らしてしまうんです。じゃあそれを削除しようとするんですが、どこに保存されてるのか、そしてどのデータが不要なのかわからない。ほとんどの人はそうです。 それならディスクダイエットというアプリを使ってみてください。クリック一つでアプリの一時ファイルやキャッシュファイルなどを削除してくれますのでストレージの空き容量を簡単に確保できるようになるんですよ。今回の単価は 画像付きでインスタグラムやツイッターにも投稿しています。またデジタル教室ではアプリやパソコンの使い方などの情報をウェブサイトや YouTube、Podcast で配信していますので概要欄からアクセスしてみてください。デジタル教室、でした。